二度見しておったらさ、もうおるね。おるって思ったんですよ。どうもオカルトコレクター田中俊之です。どうも元カソバ職員の下田花男です。魔術研究家のロイです。めっちゃ痛い田中さん、めっちゃ痛いわ。見た、びっくりした、びっくりした。あのさっきのというか呪物見てもらったらぼっちよっていう、そう、あのごっつい鍵、めっちゃ重たいですね。あれが休憩中、うん、あの机から落ちましたよね、うん、ダイブして下田さんの足の指についてめっめっちゃ痛かったから、なんなん、なんもしてへんで僕。やっぱだからロイさん来てるから、うん、ちょっとクッて上がったんだよ。上がったんだよ、こっちよ。じゃあ分かるけど、やっとしてもやで、関係あれへん。一番関係ない、一番関係ない。で、なんかしたかなんかしたかったんだよ。いや見て、うわ見て、結構腫れてるやん。見てここ、ほらこれ見て、黒くなってる。なんかだからやっぱあれ、じゃあぼっちよもう、あ、やっぱ年こもってるってロイさんから言われたから、なんかしなあかんと思った。で、頭突き物理的一番わかりやすく動こうみたいな。いや自分重いから、あんだけなんか呪いとかなんかそういうこと言うといて、最終頭突き、呪いだから、頭突きだ。呪いやっぱ時間かかるからさ。あ、そう、めっちゃ痛かったわ。生きてるぜっていうの結構長いことうんって言ってたよね。全然収まらへんよ。術器やからやっぱ。術器長い長い。はい、じゃあ。シーンやったわ。今日あのなんかまたそのロイさんの、はい、あの精霊のだ、ちょっと不思議な体験してね、やっぱロイさん。そうっすよね。それちょっと聞きたいですよね。うん、聞きたいな、はい。そうです。私幽霊とか一切見ないんですね。うん、見たこともなくて。感じることもあんまりないですね。なんか嫌だなって思うことありますけど、うん、やっぱそういうブードゥーずっと調べて、うん、まあこう見よう見まねでいろいろやってみたり作ってみたりとかして、うん、そんなある日夜普通に寝てて、うん、ふと横を見た時起きちゃったんですね、うん、そしたらキリンの頭か馬の頭か分かんないですけど、うん、大きいそういう馬とかそっち系の形の、うん、頭のこの首の切れたところ、ここ から上、はい、うん、から紐か足か分かんないですけど、なんかこういう風に生えてるものが横にふわーって浮かんでたんですね、うん、なんだって思って、はっきり見えるんですか。そうなんですよ。で、あのこうずっと寝てたからこうたまに目急に開けると幻覚みたいに見えるじゃないですか、うん、ぼやーってね、はい、それかと思って目こすってもう一回目つぶって反対側見て、うん、もう一回見たら、うん、ちゃんといるんですね。なんかそれがなんだこれって思って二度見しておったらさ、もうおるね、おるって思ったんですよ。だからおるし、見たことない形の動物というか、なんだこれっていうので、うん、田中さんの呪物の、うん、お馬さんの頭でしたっけ。はいはい、馬骨、はい、あのめちゃ絵描いてるかっこいいやつね。あれ見た時ちょっと似てるって思ったんですよ。だからへー、なんか柄入ってるじゃないですか、こう、うんうん、そんな感じのがあったんですよ、うん、でそれ見て私キリンって思ったんですよ一瞬。でそれがファー浮かんでて、なんだこれってやったんですね。でなんだ、次の日も別に何ともないですし、うん、これまでもそんな経験はないですし、うん、それだけははっきり見えた。それだけはめちゃめちゃはっきり見えたんですよ。それなんかあのなんていうの、日本の人が日本に住んでてっていう感じやったらあんま見なさそうよね。確かに。ですよね。聞いたことない。なんかそれやっぱりロイさんがブードゥーというところにちょっとこう入り込んでいるからこそなんか見えたもんな感じしますね。精霊なんかやっぱあの見たことない動物、うん、なんかそういうの、うん、なんかブードゥで例えばそれっぽいのなんかあるんですか。いや、馬の頭を使う呪術はあるんですよ、うん、呪いで、うん、あの気に食わないやつの家の庭に埋めて呪いとかそういうことはあるんですけど、うん、それ以外ではもう聞いたこともなくて、キリンみたいなやつがこの首から上いて、はい、その糸みたいな足が出てるんですか。そう、タコの足みたいに気持ち悪っ、ファーってこうなってて、いやそんな思いつかんで、そもそもそうなんですよ。でもあまりにも頭から離れなくて、
次の日会社に行っても離れなくてずっと絵描いちゃってる、ずっと会社で。なんなんやろな、なんで出てきたんやろな。いやこれ本当に別に怖がらせるわけじゃないですけど、はい、さっきほらいわゆるブードゥのちょっとね、はいはい、偉い人から、はい、そうやって見透かされて連絡来てとか、でそのね、その、はい、でその首って要はね相手の、まあ、庭に埋めて呪うってやつでしょ、はいはいはい、飛ばされてるっていう怖いですよね。その庭に埋めるんじゃなくて、もしかしたらそのなんかそういう、そう呪う方の来てないってちょっと一瞬今怖なったっすけどね、はいはい、でも私自身何も起きてませんし、逆にいいことはいっぱいあるんですよ。じゃあいい方な、はい、さっき田中さんにもあげたんですけど、うん、あそうそうそう、それね、お土産いただいて、はい、この、ま、雷石っていう、ね、これ東郷とかの呪術、まあ、そういうブードゥーマーケット、うん、あのよくテレビとかやると思うんですけど、うんはいはいはい、動物の骨とかミイラとか売ってるところにこれよく売ってるんですね、うん、ポンと、うんうん、でもう大きさもいろいろで、大きいのだと30センチとかそんぐらいあるんですけど、うん、これが、まあ、昔の矢尻みたいな感じで使われてた石なんですね。おなるほど、硬いですね。あそうですね、あの斧のこの先っちょの部分とか、うん、そういうやつなんですけど、石英とかそんなんかな、よく全部、うん、あの材質が違うんで。あ違うんだ、はい、もう透明のもあるし、こんな黒いのもあるんで。あ本当や、ちょっとよくわかんないですけど、穴は開いてますけどね、うん、まあ、お金として使われてたっていう、うん、言われもあるんですね、うんうんうん、でこれが、はい、そのロアを宿す媒体になるっていうかね。ほうほう、で、まあ、どのロアかはちょっと分かんないんですけど、はい、とかロアもいっぱいおるから、はい、そあそれやっぱそういうの持ってるから出てきたっていうのも考えられるな。確かにこれを家に置き始めたあたりかもしれないと思った、うん、ああなるほどね。俺も幽霊、もう幽霊よりも今精霊の方が見たいマジで。ああ、あんな今ねそのもうもらったんで、うん、もう見れるんちゃいます。うん、馬に出てきてんで足がビヨーンなってるやつちょっとなんかもうちょっと可愛いのないなんかそいつが、うん、なんかあの味方ですよって言っても怖いよね。そうですよねその姿やったら、あでそのまま術撃されてガンって寝てるところにここに術撃な基本術撃、術撃だ、術撃です、はい、あと呪物展の時になんかさっき言った馬骨、はい、馬の骨ね、インドネシアのスンバ島に伝わる馬、馬をそのロイさんがなんかこうちょっとこう怒ってるみたいなこと言ってませんでした。あそう、なんか嫌な感じしたなと思って、ね、これ、うん、俺ロイさんには言ってないんだけど、うん、あの実はなあの何したんもうロイさんがあの馬なんかちょっと怖いって言って、うんうんうん、でもそれ言うのってロイさんだけやってん、うん、でもあの馬だけ展示の時に、うん、あの配送の人が落としてあの骨割れてんねん、うん、えだからか、うん、いや当たってもてるやん。そうやね、すごい怖くてなんかそうそう、だから怒ってたんちゃうかなと思って、あそうやね、あれだけ落とされてマジで割れてんねん。あそうなん、へえー、いやでも、うん、さっきのやつ僕術撃される筋合いは全くない。だからあれはテンション上がって、うん、あのちょっと動けるのこう入ってるっていうのをいや見せるためにちょうど近くにおったからじゃん。いやそれやったらもう謝ってほしい。それやったらいやぼっちを謝らないそれはちょっと悪かったなって言ってほしい。ぼっちはすごい謝るとかの概念ないあそうか、あそうか、うん、すげえ話、いい話ですね。いやありがとう。まあでもそうやってね、なんかまあその確証してね見えますよとか、うん、こうまた言わへんところがなんかリアルっていうか、うん、でもその中でだから僕は金色のちょっとなんかそうですね、くすんだやつで、田中さん何でしたっけ、ゴリゴリの水分のない黒いうんこ。いやうんこって言うても出るやん、うんこって言うても出るやん、うんこみたいなやつやったやけど、うんこやんそれ、うんこわかんやろ、ゴリゴリのゴリゴリそのなんかちょっとゴリゴリとかそういうの使いますよね、ブリブリとか、ブリブリ、ええな、ブリブリ使い、ブリブリに使えますよなんかね言いますよね一番フィットしてるから確かにあとの発音もちょっといいですよね。あそうそう、ロイさんのな上がる感じの、うんですね、ですねっていうやつね、あれ、まあ、独特やね、出身が東北なもので、ね、ああ
そうか。あ、だから面白い話があって、うん、パサランケサランでしたっけ、あのケサランパサランケサランパサランパサラン、うん、あれをあれがな、ロイさんは、うん、あの植物性と動物性があるんだよっていう、はい、どういうこと、どういうこと、植物性は、はい、多分東京でもよく見るんですけど、うん、まあ、あれは結局なんかの種なんですね、うん、だから、うん、ね、お土産屋とかでも売ってるやつですね、綿、はいはい、みたいな、うん、結構大きめの種、それはなんかわかるわ、動物性って何、動物性っていうのはあの白いハムスターのお尻みたいにドシッとしてるんですよ、はあはあ、ウサギの尻尾みたいにこう毛がもわってして、はあはあはあ、ドシッと重くてそっちの方がお白い食べてモコモコっと大きくなる方ですね。マジでおるっていうから、おいますね、多分山形のどっかで見れたはずです、あの動物性の、そいつは動くの、動かないと思いますよ、あ、じゃあドスッとおるんや、ドスッとおりますね、それはちょっと見てみたいね、うん、取りに行きたいな、でも多分急に見つけるんですそういうのって、ああそうなんや、で持ってる人は絶対人に言っちゃダメなんですよ、あ、そうなんや、いやでもこの人すぐ言いますよすぐ出すよ YouTube、 持ってるって言うと幸運が逃げちゃうんですよ、あ、それじゃ言わへん、だから言わへん、ま、結構東北の奥の方とかになると嫁入り道具で一緒持たせたりっていう話昔あったりとか、あ、これ持っていきなさいとか、家にもずっとまつわる代々受け継いでるケサランパサランとか、あ、そうなんや、あるんや、それは欲しいな、でも多分誰も言わないと思いますよ、こういう逃げちゃうんで、そうか、はい、そうかそうか、だから家解体してドスというものがあったら、あ、そうですね、うん、そうですよね、うん、ケサランパサランかもしれない、いや、すげえ話いっぱい出るから、ね、ちょっともう尽きなさすぎるんですけど、だからロイさんまた呼び、ぜひぜひ、またお願いしますね、僕らもちょっとブードゥーとか、うん、あとミャンマーとかも、あ、そうですね、魔術いろいろあるんで、だその辺の話で分からんなって僕らが思った時にちょっとまた読んで、うん、教えてもらいましょう、うん、そうしよう、それがいいですよね、うん、いや本当にありがとうございました、ありがとうございます、はい、ということで皆さんもご視聴ありがとうございました、いっ